りましたからね、高めのボール振らせて空振り三振です。ちなみにパリーグのワーストは山崎福也が15なんで、その次追い込んでいます。4番の佐藤、高めのボール振らせて空振り三振です。2アウト。このあたり本当にね、初球です。満塁から振ってきた、右方向だ、ライト岡前に来る、取りました、満塁のピンチ、一軍です。センターへ打ち上げた、前に来ます、さらに前に来る、より前に来て取りました。今日の風の影響、チョコンダースターセンターどうでしょうか、おっと今度伸びていくのか、取っています、ランナーは三塁に進む、中継から三塁へ、どうだ、タッチセーフ、センターフライでワンアウト三塁一塁ですが、さあ三塁のプレーとしては今打たせたセカンドのゴロ、藤岡が一塁に送ってスリーアウトです。ありますよね。そうですね、はい、センターへ運んだ打球です、センターフライ、藤原が取りました。もう全然完全なボール球になってましたからね。あ、そして同じように落ちる球振らせました、空振りの三振、ツーアウト。追い込んだ後に今のところで空振り取れるようになると大きいです。スイングアウトの三振です、スリーアウト。この回は、はい、奥村は初球を打ち上げました。さあサードの安田が出てきます、マウンドです。あ、違う、ファーストです。外が出てきました、ライト上がった、岡が取ります、スイング、一塁に送って空振り三振です。小島リードを広げてもらった後、4回は初めて三者凡退のイニングを作りました。7対1マリーンズリードは6点です。ピッチャー抜かれる、ショート追いついた小川、二塁とサウト、一塁送球はセーフ。小川側が追いついてからのトス、一塁ランナーはアウトにしています。ランナー入れ替わりました。打ち上げた打球、西川です。レフト、サード、ショート3人追います。ショートが行った、小川が取りました、ストライク、ジャッジ、見逃しの三振でした。ヒットはここまで5本のライオンズです。空振りの三振、先ほどホームランを打たれた小原にはリベンジ、小島が三振を奪ってワンアウトです。初球打ちはショートゴロ、6-4-3と渡ってダブルプレイ、ポジションがっていうね、二遊間はあるとしてもね、はい、ないわけですからね。セカンドへのゴロ、代打山野辺を打ち取った小島です。サードライナー、安田反応しました、滝沢の打球処理しています。ここはいい反応を見せました、滝沢としてライトが上がった、長谷川の打球はライト変わった、藤原回っている、藤原が取りました。小島この7回100球を超えるところで三者凡退のイニングを作っています。7対1マリーンズリード6点です。